ここからまあ正真正銘大町が始まりますが、はい、ここにも五府台町って書いてあります。五府台町ってどういうことなんですか。殿が米沢、岩出山、仙台って移動してくるのに一緒についてきた大手の商人たち、ね、五府台町、大町、それから魚町、餅町、あと南町、柳町、荒町、6つね、五府台六花町、この人たちがずっと一緒についてきて、一番まあ城下のいいところにご商売、場所を作って、その大町のお城に一番近い西端、大町は特に大きくてね、他にはないんで1丁目から5丁目までずーっとこの通りに沿って、あ、ここに来るぞ、ほらさっき説明したあのパルコのビルの間がスパッと抜けて綺麗でしょ、ほら、これが仙台の城下町の東西の設計基準線、ね、でこれと直行する南北の基準線が芭蕉の筋いったらあります。ね、ここはね、今なんかマンション建ってますけど、かつてカーディーラーの柳瀬さんなんですよね。でここを絵図で拾うと、ある時期ね、外人屋っていう、そのままですね、そのままね、外国の人が来ていた建物、外国ってもね、ヨーロッパとか常長が行ったヨーロッパじゃない隣の藩が外国だから、ここは仙台藩の伊達の国だから、うん、日本という概念ではないでな、日本でなくて隣の藩が全部外国で、そこから来た、まあ他藩の大名とか、使者とか、あるいは幕府から用事があって出張してくる人もいるが、ね、今で言った自治省とか総務省から、ね、宮城県に出張とかって人もいるわね。そういう人たちが泊まる、まあ、宿泊施設、本陣って呼ばれるようなもの、そうですね、ビップホテルいいですか。でここからスタートです。ここから大町が、そして、ちょうどここがね、はい、大町の通りの今私トロンと私が今センターラインに立ってる、今いらっしゃるところね。でこのまんまこっちに、このままずっと大阪の元のラインが見えてきて、見るとさっきあれ橋渡って最初にお話したあそこの広場にまっすぐぶつかるの分かりますか、ね、これは昔の路線です。正しい崖があってまっすぐ降りられないってくの字に、このままずっと行くのから本橋をまっすぐ今の橋より上流側に渡って国際センターの周りを通って谷ホールのある石垣でもぶつかって二度曲がって大手門を来るといいですか、はい、じゃあ今度大町を1丁目、2丁目、3丁目と行きますけども、ここで最初のクイズ、おクイズ、クイズ、これから城下町に入りますが、さっき言ったようにずっと広いの分かりますでしょ、城下町ね、一体仙台城下町の人口、江戸時代一番最盛期が、まあ、元禄の頃って言われてますから、だいたい90年から100年くらい経った頃ですよ、ね、に一番町がね、絵図を見ると拡大してるんですよ、はい、その頃に人口はどれぐらいいたと思いますか。3択です。3択です。よかった ね、 ね、1番約4万人、4万人、2番約6万人、6万人、3番約10万人、10万人、ね、まあ、あの大きい方で比べて、江戸の町は、まあ、1660年代ぐらいには50万、最盛期は100万って言われると、あれはちょっと比べてもダメだな、ダメですか近場で比べると、弘前城下ね、米沢、ね、大体3万から3万5千人、全然だったけど、石高違うからね。じゃあ、分かりそうですね。どれくらいでしょうか、4万、6万、10万。さあ、どれだ10万ぐらい、6万、正解、6万、ね、大体6万、正解です、ね、でこれからまた所々でこういうクイズを何回か出しますから、では参りましょう、参りましょう、はい、
てますでしょ、うん、ここ突き抜けの道は、うん、これないの、これないの、今十字路だけど昔は T 字路、ね、つまりここから南に行く道路がないわけですね、これ後から江戸時代はなし、江戸時代はこっちから来る道路、ここで突き当たって終わり、北側の T 字路、北 T 字路で大町2丁目横丁と言いますよね。でさっきのところ1丁目だったけど、もうここから2丁目に入ります、ね、でメインルートに対して横方向に来る道路がみんな横丁、横丁、ねね、で大町1丁目2丁目は5つある、1から5まであるうちの、まあ、若い1、2ですけども、これは実はね正確に言うとね五府大衆でないんですよ。3、4、5がねもともと殿と一緒に本当の五府大です。3、4、5と1、2で分かれてる、ね、分かれてる、町のランクも全然違う、トップランクは3、4、5、うん、ここで大きな声で言うとえ、なんで1、2じゃないんですか。1、2はね後からついてきた上方の商人たちだ、へ、近江商人って言われてます。で殿も若い頃京都で暮らしたりしてる、その縁故があって連れてきた、向こうでスカウトしたものも多いでね、都の流行物が直接来たわけですよ。なるほど、普代は代々使えているという意味だから、なるほど、厳密にはそうなると違う、違う、今は今大町で食事してますけど、1、2と3、4、5はちょっとランクが違う、へ、でも一番流行り物は使ってましたから、あ、この辺は1、2だ、反物とかね、都から来るわけですからね、あの古手物って言いますけど、古物ってこう粗末なものって意味なんで、都の貴族たちが使ってたものの下がりですからね、もうすごい、今で言ったらトップブランドのブティックの感じですよ。こっちでは使ってないものが都から来るわけですから、都の雰囲気をまとって、ね、と、まあ、あの武家の偉い人たち史上並んだはずです、ここからここにかけてね、へ、時間がない今日は。